ビデオカメラのデータ復旧を行いました。愛知県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは JVC エブリオ GZ HM690、 SD カードをフォーマットしようとして誤って内蔵メモリーをフォーマットしてしまった。その後4秒ほど追加で録画をしているという状況です。データ復旧処理の結果、およそ7時間の動画の復元に成功しました。また、ブルーレイプレイヤーで再生可能にしてお渡ししました。